FCM36 は第二次世界大戦前、フランス陸軍向けに設計された系譜表戦車である。乗員は2名で、単方針 37mm 砲と 7.5mm 同軸機銃を装備ディーゼルエンジン駆動であった。1933年、オチキス社は安価で大量生産が可能な系譜表戦車の提案を行った。これを受フランス陸軍では、 改めて広く産業界から案を募り、その結果協作された中から、オチキス H35、ルノー R35、FCM36 の3車種が量産されることとなった。トゥーロンにある FCM 社はそれ以前にも、1921年、巨大な FCM2C10 戦車10両を生産し、また、シャール B1 の開発にも関わるなど、戦車開発に若干の経験を持っていた。 シャール B のサスペンション設計も手掛けたブードロ技師に対し命じられた設計方針は軍港のメーカーならではの電気溶接技術を最大限に活かした先進的なデザインを作り出すことだった。1934年3月木製モックアップによって陸軍の認可を受け、1935年4月2日には機銃二丁装備の砲塔を持つ試作車が バンセンヌの委員会に提出された。この試作車は特に溶接で組み上げられた傾斜走行と長い後続距離を約束するディーゼルエンジンによって委員会に非常な感銘を持って迎えられた。ただし、試作車は9トンの要求重量よりも約3割重く11.68トンがあり、また機械的トラブルがあったため本格的試験は行えず6月9日に 初期評価が終了した後、メーカーに送り返された。実際には、その後のテストでさらに多くの欠点も浮上し、その結果、全般にわたる解説系が行われることとなった。より軽量化した車体、新しい砲塔構成、サスペンション、立体が導入され、エンジンドリューム上面は、整備の容易さを考慮し、ボルト接合に改められた。9月10日、 改め設計された試作車は番宣布に送られたが、今度は10月23日にサスペンションの補強のために戻された。12月19日に再び委員会に戻され、翌1936年5月14日までテストが行われた。その後、要求の変更があり、走行を 30mm から 40mm 得ます。ことが決定され、 元の装甲の上に1 0ト、mm、ルの増加装甲を貼ることで対処されたが、この特徴は生産者にも引き継がれた。原型は不評会委員会の目に留まり、特にこの時代には重要であると考えられたタイガス機密性が6月17日に証明された後、7月9日には協作中最も優れているとの評価が下された。ドイツのラインラント進中による緊張の高まりで、 5月26日、正式化に先立って100両の FCM 製1936年型軽戦車の発注が行われた。1両あたりの価格は45万フランスフランであった。生産車は 37mm 砲を装備していた。同じくオチキス H35 トルノアール35も量産が開始されていたが、この量協作車ははるかに安価であったため、これらが フランス軍系不評戦車の主力を占めることとなった。同一の砲を搭載しているにもかかわらず、高価な FCM36 が並行生産されることになった理由は、その将来性であった。この当時、FCM36 は、フランスにおける最も先進的な戦車であり、その後の新戦車開発、生産のための技術の開拓の役を果たすことが、期待されたのである。またそれは、 請求に量産を開始する必要がないことも意味した。生産設備が整えられ始めたのは1936年12月になってからで、実際の量産開始は、より強力なエンジンと軽量の離帯のテストのため、さらに1年以上遅れた。もっともそれらのテスト結果は思わしくなく、結局生産は当初の設計に従って行われ、初号車は百三十八年五月二日に、 導入された1938年から1939年に、かけ、登録番号357号車を用いて、新型乗り体、クラッチ、エンジンのテストが行われたが、結局、これらも生産者に導入されることはなかった。1938年5月12日及び1939年2月3日に、それぞれ100両の追加発注が行われた。 しかし FCM 社は1939年3月13日に当初発注の最終社で登録番号3105車を送り出した後少なくとも一両あたりのコストを90万フランに引き上げてもらえぬ限り生産を終了すると突如発表を行ったまた FCM 社ではシャールー1の生産も割り当てられておりいずれにせよ1940年9月までは これ以上の生産を行う余力がないことも明らかにした。これらの事情を考慮し、ジャコメ観察総監は生産中止を許可した。ただし FCM 製法等は、オチキスやルノーも含めた、軽戦車用の標準砲塔として設計されていた。オチキスやルノーに使われていた APEX-R 砲塔が、初期には生産に深刻な遅延が出ていたためだが、 その問題は後に軽減されたため、1350機以降、FCM 製とする当初計画は延期となった。しかしそれ以外にも a p e x r 砲等は柔らかすぎ、脆すぎるという中造に伴う品質的問題を抱えていて防御力が FCM 製に劣ったこと、また重量も FCM 製の 1287kg に比べ 1552kg と大きかったことから、 改めて2000機で、エイペックス、R 砲塔の生産を終了することとし、以後は、FCM 製砲塔に統一する予定であった。しかし、これら軽戦車が搭載する 37mm 砲を、単方針の SA18 から、長方針で貫鉄力に優れた SA38 に換装する計画が出てきたことで、この予定は見直されることになった。テストの結果、 長方針 37mm のより強い反動により FCM 製砲等は溶接部にひび割れが発生する危険性があり、それを防ぐには改めて補強が必要であることが判明したためである。またその結果、オチキスやルノーとは異なり、既存の FCM36 には長方針 37mm 砲は装備されずに終わった。f m c 十六は小型の車両であり、 全長4.46メートル、全高2.20メートル、全幅2.14メートルで、乗員は2名、重量は12.35トンである。最も顕著な特徴は、大軽視を考慮し、ショットトラップを避けるために、多くの面からなる走行板を電気溶接した、未来的なピラミッド状デザインである。エンジンデッキのみは、整備の容易性を考慮して、ボルト接合されている。 理体の上側やサスペンション部もまた、ジグザグ断面の傾斜走行によって保護されている。走行版は良質で、30度から45度の傾斜を持つ 40mm 走行は、45mm から 50mm の走行と同等の防御力を持ち、これは当時の対戦車砲に対しては、対戦車砲にとって理想的な位置から撃ってきた時であっても十分な性能で、 より斜めから撃たれれば、傾斜走行は容易に弾を弾くことが可能だった。もう一つの新機軸は、ディーゼルエンジンで217リットルの搭載燃料で225キロメートルの航続距離を可能としていた。しかし一方では、古風な点もあった。91バリー機のベルディー SAV-4 ディーゼルでは、最高速度では時速24キロメートルしか出せず、それに伴い、 サスペンションは片側8つの天輪を8本の垂直コイルスプリングで喧嘩するという単純な構成だった。同車は2メートルの調合能力70センチメートルの対象外物80%の途半能力を持っていた。特に能力的に不足していたのは火力で31年型7.5ミリメートル基準は良いとしても、 主砲の21口径 37mmSA-18 は装甲間鉄力が非常に乏しかった。生産数が少なかったため FCM36 は限られた部隊にしか配備されなかったが、それらは1940年5月14日のハインツグデイリアン率いるドイツ10軍団のミューズ側とかというフランス戦役の主砲、1 9 3年3月及び4月、 二つの大隊が創設された。系譜標戦車を装備する、系戦車大隊の中でも、この第四大隊と第七大隊は、45両ずつの FCM36 を装備しているという点で、独特だった。大隊は13両装備の三個中隊と、大隊本部及び補充として6両を保有、5両は操縦士訓練用に用いられた。部隊配備された。 以外の重量は、うち8両が訓練用に使われ、1両はドイツ製皿型地雷の威力試験で破壊され、もう1両はテストベッドとして工場に残されていた。1939年8月25日、動員に伴って BCL は BCC と改名され、第7大隊は第503戦車連隊、第4大隊は第502戦車連隊に組み入れられた。 1939年9月、ドイツとの戦争が始まると、両 FCM36 装備大隊は、ルノー R35 装備の第3大隊と共に、第503戦車集団として、第2軍の装甲予備戦力となった。1940年5月13日、スダンにおいてムーズが死に、ドイツ風評部隊が共闘法を築くと、同日後も FCM 大隊に対し、 不評連隊と協力して反撃と排除に当たることが命じられた。しかしその夜のビュルゾンにあったフランス軍最終防衛線の回想とそれに引き続く混乱のため部隊の前進は翌14日早朝になってからでありその時にはすでにドイツ軍の最初の戦車が船橋によってとかを開始していた。ドイツ総工部隊前衛と第7大隊はビュルゾン近くで快適した。 FCM36 は軽装甲のドイツ軍装甲車数量を撃破することができたが 30mm の装甲を持つ3号戦車に対してはその手法は全く威力不足だった。とはいえ当時は3号戦車の 37mm 戦車砲もタングステンダンシンのアップクア弾は持っていなかったのでドイツ側も両軍はギリギリまで接近して猛烈に撃ち合ったが その結果、フランス側の FCM36 は増加装甲が剥げ落ち、装甲板は脆弱な溶接部分から撃ち抜かれる事態となり、結局第7大隊は、この戦いに参加した36両の装備車両のうち、26両を戦場に残して退却せざるを得なかった。第7大隊による反撃失敗を受け、第4大隊による攻撃は中止された。同大隊は、 5月15日、ストンネ工房船に投入され、若干の損害を受けた。5月23日まで、同大隊は、第三自動車化不評手段に組み込まれた。その後、両大隊は訓練、補充用車両を持って、再建のため予備に回された。ドイツによる、フランス侵攻の第二段階である、赤色作戦時、6月9日、10日には、AN において、ドイツ軍不評部隊に対して、 有効な反撃を行った。その後、部隊は、フランス軍隊客を支える役を担ったが、その過程で、両大隊が装備する45両の大部分を、ドイツ軍戦車との戦闘で失った。ドイツは37両の FCM36 を漏獲し、それらをポンツァーコンプフバガン737、FCM の名称で使用した。ただし、 戦車型そのものとしては、1940年5月、6月に現場部隊で即席に使われたのみだった。1943年、重量の FCM36 が、駆逐戦車マーダーアイに改装された。これらは、第21戦車師団によって、1944年、ノルマンディ戦線で使用された。1942年、12両は、自走榴弾砲。 1 0 5 c m フ1 6 1 8アウフジェシューネースワガン FCM に改装された。フランスのソミュール戦車博物館に一両の FCM36 が現存している。ワールドオブタンクス、フランス系戦車 FCM36 として開発可能。ドイツ軍により改造され、連合軍に再路角された車両が、フランス駆逐戦車 FCM36 パック40。 として販売、ありがとうございます。